フラットパネルディスプレイテレビのレウス型テレビとは、テレビ受像機のうち、表示画面にフラットパネルディスプレイを使ったテレビの総称である。フラットパネルを利用したテレビの黎明期である2000年頃から2010年頃にかけて盛んに用いられたが、ブラウン管やリアプロジェクション方式が衰退し、フラットパネルの使用が一般化したことで、用語としては、 次第に用いられなくなった。同様に用いられなくなった用語にカラーテレビ、デジタルテレビなどがある。薄型のものが現れる以前のテレビは、ほとんどがブラウン管式だったが、ブラウン管で大きな画面のテレビを作ると奥行きとともに、質量も非常に大きくなり、37インチ程度が実用上限界であった。当初はそれほど大きな画面が製造できなかった。 薄型テレビも薄く軽いといった、生来の長所を生かして大画面化向きとなり、テレビメーカー各社がさらなる画面サイズの拡大、低価格化に取り組んだ結果、ブラウン管式テレビと置き換えられるだけの性能と価格を備えるものが作られるようになった。日本では2003年からの地上デジタル放送の開始によるテレビの買い替えに合わせて、一般家庭、事業所、 公共施設、各種交通車両などで普及が進んでいる。薄型テレビとデジタルカメラ、DVD レコーダーとを合わせて、デジタル家電、デジタル三種の人器と呼ばれる。日本国内では2000年代の薄型テレビの主流は、液晶テレビとプラズマテレビであった。これらは、表示原理が全く異なり、液晶テレビは、 数インチの小画面から最大108インチほどの大画面までであり、プラズマテレビは32から150インチの大画面のものだけが製品となっていた。初期には、プラズマテレビには液晶より優れている点があったものの、液晶の低価格化、技術向上、大画面化に伴い、プラズマテレビの衰退が進み、2014年までに全メーカーが撤退した。 プラズマテレビと入れ替わるように、有機 EL テレビが登場し、2010年代には、液晶テレビと有機 EL テレビの争いが始まった。この他、米州大陸を中心に、リアプロジェクションテレビのような東映型の大型テレビも、ある程度人気があり、販売されているが、世界的に見れば少数派である。総務省の統計では、2007年に、 薄型テレビの世帯普及率が19.3%、2008年には34.2%、2009年には50.4%と増加した。2010年には地上アナログ放送の低波を見越して75.3%にまで増加した。薄型テレビの普及の課題は上でも述べた。 ブラウン管テレビより高い価格のほか、元々テレビは買い替えサイクルが長い製品のため、古いテレビを使い続ける消費者が多いこと、またテレビ中ーナー付きパソコンやワンセグ対応携帯電話などの普及により、末置き型テレビを必要としない人が増えていることが挙げられる。その他の状況については、テレビ離れや2011年問題の項目も参照。 日本国内の多くの製品は、地上デジタル、BS、摂氏110度 S のデジタル3波チューナーを内蔵している。2005年頃までは、デジタルチューナーはコストが高いため低価格機では、地上アナログチューナーのみの場合があった。またデジタル対応テレビでも、低価格帯では、コストダウンのため BS、摂氏110度 S チューナーを省略した製品がある。 一方で中級から高級機種及び録画機能搭載機種ではデジタル三波チューナーを2系統以上を搭載したものが珍しくない。2011年のアナログ低配膳は地上アナログチューナーの搭載がほぼ必須だったがそれを省いた製品も2008年から登場してきた。移行期には地上アナログデジタルの両方を搭載する製品が多く、その後は アナログチューナーが廃止された。なお BS アナログチューナーは2007年頃までに廃止され、VHF ビュ共用の各アンテナも2010年8月限りで生産を終了した。登場当初は大画面サイズを中心にチューナーユニットが外付けの機種が多く見受けられたが、2007年までにはほぼ全ての製品がチューナー一体型となっていた。 デジタルチューナーの搭載により、電化、簡易版の機種を除くほとんどの機種で、BML によるデジタル放送のデータ放送を表示可能である。4K、8K 放送開始後は、4K、または 8K チューナーを内蔵した 40V 型以上の大型モデル生産にエリキテを移しており、国内大手メーカーは、4K 非対応の従来型末置きモデルは2019年、限りで生産を終え、 在庫品限りで販売終了としている。4K または 8K チューナー内蔵モデルは着脱式の従来型 B-CAS カードに代わり A-CAS チップを本体に内蔵しており、デジタル放送視聴時に必須となる BCAS またはミニ B-CAS カードを紛失、損傷する心配が解消されている。 登場初期はこれまでのブラウン管テレビ同様、画面の両サイドにスピーカーが取り付けられた、サイドスピーカーと画面の下側に取り付けられたアンダースピーカーの二通りあり、スピーカータイプもツーウェイとフルレンジの二通りあった。しかし年式が進むにつれ本体は次第に薄くなってきたため、今日のモデルはフルレンジのアンダースピーカーが主流である。同じアンダースピーカーでも、 一部上域には、ウーハー、フルレンジの 2A タイプを採用している機種もある。スピーカーは従来通り正面に向けて取り付けられる機種に加え、下側に向けて取り付けられる機種も登場している。本体操作ボタン B、CAS カードスロットヘッドホン端子も当初は、前面にあった機種がほとんどであったが、現在は、天面や側面に移設されている。 なお、大型の一部上域の中には、スピーカーが、外付けや、別売りとなっている機種もある。薄型テレビの本体内蔵スピーカーは、こうした、構造上の制約から、サイズや個数が限られてしまうため、本体内蔵スピーカーのみでは音に、物足りなさを感じる場合も少なくなく、より迫力ある音を楽しみたい向きは、ホームシアターや、 ラックシアターシステムも合わせて購入している。現在のホームシアターシステムは接続が従来期より大幅に簡素化され HDMI ケーブルや光デジタルケーブルを接続するのみで迫力あるサウンドが楽しめる。さらに2010年からは新企画のオーディオリターンチャンネルが登場。 従来の光デジタルケーブル接続が不要となり HDMI ケーブルを1本接続するのみで迫力あるサウンドが楽しめるようになったこの接続方法は2010年以降製造の機種同士を組み合わせた場合に限られ2009年以前製造の機種と組み合わせる場合は従来通り光デジタルケーブル接続も必要である薄型テレビでも 普及価格帯の中には、光デジタル出力端子が非搭載で、HDMI 端子もアーク非対応の機種があり、この場合は、ホームシアターとの組み合わせは、不可となる。2011年からは、テレビ本体のヘッドホン端子に、アナログ音声ケーブルをつなぐだけで迫力あるサウンドが、楽しめる、普及型シアターシステムも登場している。ただしこれは、HDMI が非搭載で、 テレビ本体の内蔵スピーカーから音は出ない。薄型テレビ用ホームシアターシステムは一部を除き HDMI 連動機能に対応しているためテレビに付属のリモコンでホームシアターの集中操作および音声メニュー切り替えが可能である。ただし製造年の組み合わせにより使える機能は異なる。なお、ラックシアターは奥行きが薄く かつ防止設計とはなっていないので、従来型ブラウン管テレビは載せられない。発売当初は、IR システムが主流で、テレビ受像機側のモニター出力端子と録画機側の外部入力端子相互間を AV ケーブルで接続していた。同時にデジタルチューナーに、付属の IR システムケーブルを IR システム端子につなぎ、送信部を録画機のリモコン受光部へ、 付属両面テープで貼り付ける。接続後は、録画機のメーカー設定が必要。デジタル放送録画は、番組表から録画したいデジタル放送の番組を選んで決定すれば、その内容を、リモコン赤外線信号に変換して、録画機のリモコン受講部へ送信される。録画開始時間が来ると、テレビ受蔵機側より、録画信号が、IR システムケーブルを介して、 赤外線リモコン信号として送信される。しかし、2005年モデルからは高画質、高音質の AV 信号を1本のケーブルのみで、伝送可能な HDMI が登場。よく2006年モデルからは HDMI に連動機能が付加された。これにより従来のリモートワイヤーは不要となり、HDMI ケーブルを介して、 テレビ受像機のリモコンで接続した、録画機の連動操作が可能となったため、従来の IR システムに比べ、操作、接続は大幅に簡素化された。同一メーカーのテレビとレコーダーが売れやすくなる、囲い込み効果により、特に、パナソニックとシャープは、BD、DVD レコーダーのシェアを大幅に引き上げ、ブランド力の強化に成功した。 画質、音質も HDMI 接続の方が格段に向上したため2009年モデルからは IR システムモニター出力量端子を廃止する機種が増加。アナログチューナーのみ搭載の従来型録画機によるデジタル放送録画は廃れつつあり、現代のテレビ放送録画は HDMI 連動へほぼ完全移行した。入出力端子の例入出力端子の1。 例入出力端子の一例登場当初は、従来型ブラウン管テレビ同様、映像、音声、赤入力、S1、S2 映像入力、D 入力、IR システム端子、モニター出力端子で構成されていた機種が多かったが、HDMI の対等により従来型、AV 入出力端子は、年式が進むにつれ減少。2011年モデルは、 従来型ビデオ入力端子が大幅に減少し、モニター出力、IR システム S1、S2 入出力端子は全廃、D 入力端子を廃止する機種も登場している。HDMI 端子は、上位モデルが3系統あるいは4系統、搭載している機種が多い。普及モデルは、後面1系統もしくは2系統の機種が多い。ヘッドホン端子は登場当初は、 従来型の端子と、ヘッドホンを差し込んでもテレビ、本体内蔵スピーカーからの音が消えない、ファミリーイヤホン端子を搭載した機種が多かったが、2008年以降のモデルでは、ファミリーイヤホン機能を廃止した機種が急増した。なお2010年以降のモデルは、ヘッドホン端子こそ1系統のみだが、ヘッドホンを差し込んだ時に、テレビ本体内蔵スピーカーから音を出すか否かが、 メニュー画面操作で選べる機種が登場している。電源ケーブルは登場当初は 37V 型以上の大型モデルが、アース付き三振プラグを採用しており、通常の二新式コンセントにつなぐ場合は付属の変換アダプタを使用していたが、2009年以降、製造の機種よりすべて通常の二新式に変更され、アース線も廃止された。 なお 103V 型は 200V 電源を使用する。薄型テレビ自体にハードディスクドライブを搭載し、レコーダーを接続しなくてもデジタル放送の録画ができる製品がある。特に東芝や日立が力を入れ、他の主要メーカー各社も追随した。レコーダーよりも手軽にタイムシフト視聴などができ、高額ディスクへのダビングを必要と感じない消費者に好まれている。 また、シャープは2008年に BD レコーダー内蔵液晶テレビを発売した。また、三菱電機は2009年に HDDBD レコーダー内蔵液晶テレビを発売した。パナソニックは2008年に HDD 内蔵のプラズマビエラ液晶ビエラを発売。2009年には HDDBD レコーダー内蔵の液晶ビエラを発売。2011年には SD メモリーカードに直接録画ができ、かつ別売の外付け HDD にも、録画可能なプラズマ液晶ビエラを発売した。液晶テレビと薄型テレビ台のレテレビ台登場当初は 37V 型以上のモデルを中心に、据え置きスタンド及びテレビ台が、別売りの機種が多かったが、現在はすべて、据え置きスタンド付属で、本体の向きを左右それぞれ、 最大15度あるいは20度まで変えられる、スイーベル機構を搭載した機種と、向きを変えられない、固定式の二通りがある。スイーベル機構搭載モデルは 50V 型以下の機種が、ほとんどで、52V 型以上の機種はすべて固定式で、ある。さらに 23V 以下の小型モデルは、左右に向きを変えられるのみならず、前後に、角度調整が可能な機種もある。テレビ台の場合、 現在発売中のテレビ共用台はすべて薄型テレビを載せることを前提とした薄奥行き設計となっているため従来型ブラウン管テレビは載せられない。ブラウン管テレビの生産終了に伴い2007年をもってブラウン管式対応テレビ台の生産も終了している。またすべての末置き薄型テレビには地震などの際に本体が倒れるのを防ぐための 点灯防止部品が付属されている。東日本大震災を経て、薄型テレビの設置方法や、点灯防止措置が少なくない割合の消費者に全く伝わっていないことが判明した。壁掛け薄型テレビが実際に普及する以前は、壁掛けテレビのイメージが強かった。しかし、初期の液晶テレビは重く32型で 20kg 前後、50型以上では 60kg を、 越え、壁に掛ける場合、多くの日本の一般住宅で使用されている、石膏ボードなどの壁材では、強度が足りず、大掛かりな取り付け、補強工事が必要になった。一般家庭でも、壁掛けは、不可能ではないが、重量の点がネックとなって高いコストがかかる場合が、多かった。またテレビの位置を自由に移動できなくなる、アパート隅などの住宅事情により壁に穴を、 開けられないなどの理由もあり、これまでと同じく、テレビスタンドに設置する場合がほとんどであった。三菱電機の BD 内蔵リアルなど3.5インチ、BD ドライブを全面に搭載しているため、薄型テレビであっても壁掛けは、構造上不可能なものもあった。しかし、2007年から、超薄型と呼ばれる、奥行きが、さらに薄く、軽量な製品が登場し始めた。 これらはチューナーを別ユニットにしたり配線の必要がない無線ユニットを用意するなどで壁掛けを前提としたデザインとなっている。ブラウン管テレビにもハイビジョン解像度を持つ製品が存在するがアナログハイビジョンの普及率の低さもありあくまでも高級品であった。HD 解像度がより一般的になったのは薄型テレビの世代からである。 デジタルハイビジョン放送の普及とテレビの低価格化が主な要因となっている。液晶パネル製造に強みがあるシャープが2005年頃からフルハイビジョンパネルに力を入れ、他社の液晶テレビも追随して低価格化、より小さいサイズへのフルハイビジョンパネル搭載が進んだ。画素の微細さを上げる時度など他の性能に影響が出る場合があるが、 フルハイビジョンという非常にわかりやすいキーワードは消費者に高画質を訴える効果が大きかったと思われプラズマに対する液晶のシェア拡大の一因になったと考えられるパネルの高解像度化が遅れたプラズマ陣営は50インチ以下ではフルハイビジョンは不要と訴えるなど巻き返しを図ったが大きな効果はなかった2010年代には 4K や 8K といった さらに高解像度のパネルが登場するようになった。メーカー各社は、ブラウン管テレビに比べて一回り二回り大きな、サイズの薄型テレビへの買い替えを推奨している。その根拠としては設置スペースや、4、3と16、9の重横比の違いから生じる見え方の差がある。低価格化に従って4 0ト型以上の、 大画面テレビの販売比率が年々上がっているが、依然として最も売れているのは32から42ボルト型の製品である。また、薄型テレビの普及率が上がった2007年前後から、2代目、需要を意識した32ボルト型以下の液晶テレビにも各社が力を入れるようになった。ただ、32ボルト型を除く19ボルト31。 ボルト型の近年の傾向として、ラインナップがあるだけで特段といって需要があるわけでは、なく19ボルト24ボルト型は、狭い個室用や B2B 向けとなっている。25V から31ボルト型に至っては2013年以降の 4K 傾向から2018年現在、25V から31ボルト型を製造しているメーカーが、わずかとなっている。 より大きな画面サイズの追求は各メーカーが技術を競う意味合いもある。プラズマは2007年に松下電気産業が103インチを発売。液晶は2012年現在で84インチが最大となっている。同じサイズで比較すると薄型テレビはブラウン管テレビより消費電力が低いが画面サイズが大きくなる傾向がある。 カメブラウン管テレビの世代に比べて、省エネルギーが進んでいるとは一概に言えない。ただ近年は、環境問題への関心が高まったこともあり、より消費電力が低い製品の開発や、有害物質の不使用、リサイクルへの取り組みなどをアピールするメーカーが多い。薄型テレビの性能を決定づけるものは、 ディスプレイパネル自体の性能に加え、映像を処理する集積回路の性能が大きく関わっている。入力された映像をより美しく調整し、パネルの弱点を補ったり能力を引き出す働きを担っている。デジタル放送で発生する圧縮由来のノイズを軽減し、圧縮で失われた情報を復元したり、色、輝度などの表現をより豊かにする機能などがある。 大手メーカーが独自の高画質化機構に力を入れており東芝のレグザエンジン、パナソニックのアンイフィール、ソニーのブラビアエンジン、シャープのアクオス高画質マスターエンジン、日本ビクターのゲネッサなどがよく知られている。メーカー、機種により個性がある。薄型テレビにはランタン紙が搭載されており、デジタルチューナーの双方向通信や有料番組、購入。 DLNA などによる他の機器と連携やスカパーなどの外部チューナーとの連携に利用されている。ウェブブラウザーを搭載しインターネットのウェブサイトを閲覧可能な機種も出始めたがテレビを使ったウェブページ閲覧はパソコン、携帯電話ほど浸透しておらずテレビに特化したポータルサイトが運営されている。2009年4月にはテレビ版 Yahoo Japan が開始された。 2007年以降は大手メーカー製の機種でアクトビラに対応した製品。2008年頃から YouTube などの動画共有サービスの動画を直接表示できる製品が登場した。2011年には Skype によるテレビ電話。2013年には Hulu。2015年には Netflix に対応した機種が発売された。 応答速度が速いといった特徴を持つ LED バックライト液晶パネルおよびプラズマパネルを用いた薄型テレビにおいて 3D 表示に対応した3次元ディスプレイを搭載したテレビが2010年に各社から発売された右目用と左目用の映像を自分割りで交互に表示し液晶シャッターを内蔵した専用メガネで 左右の目に振り分けるフレームシーケンシャル方式を採用するものが多く登場した。2012年前後では 3D 多応はあくまで不可機能の一つだった。一方、かまぼこ型の縦長レンズを液晶パネルの前面に配置し、左右の目に異なった映像を届けることで、ラガンでも 3D 映像を楽しむことができるようにしたレンチキュラーレンズ方式などが開発されており、 日本の主要メーカーでは唯一東芝が2010年以降に発売していた。しかし、画面の表面に凹凸を設けることで、2D 映像の画質が劣化する弊害が指摘された。なお、Nintendo 3DS が採用した、パララックスバリア方式の液晶パネルも存在し、70V 型といった大型のパネルも登場していた。3D 映画、 アバターのヒットでにわかに注目され、日本の主要メーカー各社も宣伝に力を入れたものの、立体テレビ放送のトンザなどコンテンツの少なさや、専用メガネが必要なことなどが影響し、普及は進まず、2017年までに全メーカーの撤退に至った。ブランドは、日本メーカーではほぼ、ブラウン管テレビから一新されているが、一部メーカーでは、初期は、 ブラウン管テレビ時代のブランドを薄型テレビでも継承していた。また、薄型テレビそのものだけにとどまらず自社の DVD レコーダーやワンセグ対応携帯電話などに用いられるケースも出ている。シャープ10.4インチ TFT 搭載液晶テレビ、Window1995 年液晶テレビテレビ画面に液晶を用いたディスプレイを使用したテレビである。 モノクロ表示時代から続いた液晶表示器の普及と高炎色性と十分な動画性能を備えた大画面製品の製造技術の確立によって薄型テレビの主要な地位を得ている。1982年、エプソンが世界で初めて液晶ディスプレイを使用したテレビ付きデジタル時計を販売。その後1984年には TFT カラー液晶を採用した。 ポケットテレビを販売した。最初に比較的大型の民生用商品の市場投入をしたのはシャープであり、当時の商品、ウィンドウは1995年の日経優秀製品、サービス賞で産業新聞最優秀賞に選ばれている。2000年代後半に急速に普及し、従来のブラウン管テレビと売り上げが逆転。現在の日本では、 国内外の多くのメーカーが発売し、競争が激しくなっている。2007年には、世界シェア1位の韓国のサムスン電子も日本市場から撤退した。2010年現在では、シャープ、東芝、ソニー、パナソニックの上位4社で9割近くのシェアを占めている。液晶材料とガソ電極構造での対応視野核保証フィルムと、 呼ばれるフィルム初期の単所液晶テレビの解像度は16、9タイプの場合以下の種類が存在する。現在生産、販売中、量販店の店頭に並ぶ薄型テレビ国内メーカーは現在、パナソニック、ソニー、東芝、シャープの4強に絞られてきており、近年は韓国など海外メーカーの製品も並ぶようになってきている。なお、三菱電機及び、 日立製の薄型テレビを販売する量販店は激減した。自社生産、販売より撤退、または廃業有機エルディスプレイを使用したテレビ。家庭用テレビとしては、世界で初めてソニーが2007年11月22日に11、ボルト型を販売開始した。また、エプソン、東芝、サムスン電子なども開発に注力している。 携帯電話でのワンセグテレビとしては、au の w53h やメディアスキンなどのディスプレイに使用されている。有機エレクトロルミネッセンスの項目も参照のこと。2008年7月、独立行政法人の新エネルギー、産業技術総合開発機構が中心となって、主要な国内メーカーが、 有機 EL の大型パネルの実用化に向けて共同開発を行うことが決まった。それによると2010年代後半に40インチ以上の有機 EL ディスプレイの量産化を目指しており、家庭用テレビへの使用を見込んだものとみられる。有機 EL パネルの製造コストがかさむなどの理由により、低価格化が進んだ液晶テレビに比べて高額だった。よって、当初は、 普及が進まず、2010年2月16日、ソニーは、有機 L テレビの日本での販売を3月で終了することを発表した。ソニーの撤退により、日本国内の市場から、有機 L テレビは一時姿を消すことになった。その後韓国の LG エレクトロニクスが、量産化に成功し、徐々に日本国内でも普及し始めている。有機 L テレビのメリットは、 液晶テレビのように画面の裏からバックライトで照らす方式ではなくインバーター回路により画面全体で発光させるという特性上軌道村が起きないこと故障により画面が映らなくなった場合インバーターの交換で対応できること動きの速い映像でもブレが少ないため倍速液晶の機能が不要なことである一方のデメリットは製造コストにより 液晶テレビと比較して高価なことや液晶と比較して輝度が低いという点が挙げられる。パナソニック製 103V 型フル HD プラズマテレビ。左は 50V 型プラズマディスプレイを使用したテレビ。1992年、富士通の篠田伝えが世界で初めてプラズマディスプレイを使用したテレビを開発。愛の文字を表示させる。 1993年に富士通ゼネラルが世界で初めてプラズマディスプレイを商品化。1996年には富士通、富士通ゼネラルが世界初となる業務用42インチフルカラー PDP を開発。1997年9月には富士通ゼネラルが業務用42型ワイドプラズマディスプレイ、民生用42インチワイドタイプのプラズマテレビを 同年11月に発売すると発表を。1997年12月に、パイオニアが、世界初の50型高精細ワイドプラズマテレビ、PDP-501HD を発売した。日本における、主なメーカーは、パナソニック、日立製作所、富士通ゼネラルソニー、東芝、パイオニアなどだった。海外では、LG 電子なども強い生産力を持っていた。 国内シェアではパナソニックが独走しており、海外シェアでも1位だった。2000年代後半までは液晶と並ぶに強と言われたが、販売台数は液晶の1割以下だった。ただし、この数字は小型の液晶テレビを含めたものであり、大画面テレビに限ればその差はずっと縮まる。液晶テレビと競い合うように、高性能化したが、最終的には、 液晶テレビの高性能化についていけず、2014年までに全てのメーカーが撤退した。液晶も並行して生産するメーカーがほとんどだったが、プラズマへの投資が大きかったメーカーは後に抱え込んだ、負債も大きかった。パナソニックやパイオニアの2006年モデルのプラズマテレビからフルハイビジョンと呼ばれる横1920が育て1080がその、 表示能力を持つ機種が登場した。2007年4月現在のフルハイビジョンの最小モデルはパナソニックの4 2ト型が最小ではあるものの、従来プラズマテレビが苦手とされていた、高精細化に向けて一歩前進した。また、消費電力面でも改善が進み、年間消費電力では液晶テレビを逆転する機種も現れた。 しかし液晶との競争においては劣勢であり、プラズマパネルから撤退するメーカーも多く、2013年10月、パナソニックが全面生産終了を発表したことにより、日本でパネル生産を行うメーカーはなくなった。その後も、韓国にてサムスンと LG がパネル生産を行っていたが、2014年に入り、相次いで撤退した。これをもって、 プラズマテレビは終了した。プラズマテレビは、大型家電量販店などの明るい照明下では、ガソの発光に、蛍光ガスを用いる、関係上、照明が蛍光体に反射してしまい、黒が濃い、紫色などに見えてしまうことがある。またプラズマテレビは、暗い場面では、画面も暗くなるため、明るい照明下では、画面全体が暗く見える。しかし、家庭の照明下では、 黒は黒く表示され、かつ暗い場面では、画面も暗くなる特性は、コントラストの高さとなって、立体的な映像の表示につながっている。2010年第4四半期の世界市場での、プラズマディスプレイパネルの出荷シェアは次の通り。また、日本国内で、販売各社が用いていたブランド名は次の通りである。日立とパイオニアなどが、相次いで撤退し、 最後まで残っていたパナソニックも撤退を決めた。パナソニックの製造終了後にプラズマテレビが品薄となり、最新の 4K テレビよりも高い値段で販売されるなど価格高騰が見られた。1970年代後半には外出先でも視聴が可能なポータブルテレビが登場しだしたが、初期はブラウン缶のためモニターは白黒。 サイズは3インチ程度ながらラジカセ並みの大きさであった。1980年代に入ると、液晶を用いることで片手でも持つことが可能な、サイズにまで小型化された製品が登場。これも最初期は、白黒テレビだったが、後に、カラー受信機も登場した。ただし液晶は、バックライトなどの光源が必要であるため、特に1980年代前半のものは、 折りたたみ式で太陽光など外部の光源を透過させて内側にある鏡に映り込んだ映像を見るという白物であった。1980年代半ばには受信機にバックライトを備えたものが登場した。なお、この頃の機種は乾電池式であった。さらに同行犯になると8ミリビデオカセットで録画再生できる機種も登場した。2003年には 地上アナログ放送チューナーを搭載した携帯電話が NEC から登場した。地上デジタル放送を開始した頃は地上アナログ放送チューナー閉鎖機も発売されていたが地上アナログ放送が停破した現在発売されている機種はすべて地上デジタル放送専用である。ワンセグおよびフルセグ放送が受信可能なポータブルタイプ。 さらに BD プレイヤー編砕機や AM、FM チューナー編砕機も発売されている。ただし小型ポータブル薄型テレビの国内メーカーは少なく、ラインアップは末置き型より少ない。なおフルセグが受信可能な機種の多くは電波状態に応じてフルセグワンセグどちらを映すか自動切り替えする機能を有している。さらに、 都道府県庁所在地を中心とする主要都市圏のチャンネルがあらかじめ記憶されていて居住地を選ぶだけでチャンネルが自動設定され手動チャンネルスキャンの手間が省けるエリアバンク機能を有する機種もある。ほとんどの機種は SD メモリーカードスロットを搭載しておりデジカメ写真動画 BD レコーダーで録画した番組 SD コンポで録音した曲を再生可能。 SD カードあるいは内蔵メモリーにワンセグテレビで受信した放送を録画可能な機種もある。多くの機種は、交流電源、充電式、バッテリー、カーバッテリーの3電源対応だが、AC 専用の機種や、充電式バッテリー別売りの機種もある。なお、充電式バッテリーは、当該機種専用となっているモデルがほとんどで、メーカー指定品以外の汎用品仕様は不可。 また従来の小型ポータブルアナログテレビは乾電池でも駆動可能な機種が発売されていたがデジタル放送用小型ポータブル薄型テレビの場合乾電池でも駆動可能な機種は今のところ発売されていない2009年以降のモデルは HDMI 出力端子を搭載しており HDMI 連動操作に対応2010年以降のモデルは 無線ラムを本体に内蔵あるいは付属の USB 無線ラムアダプタによるインターネット機能、BD レコーダーで録画した番組受信した放送を別の部屋で視聴したり、ドア本画面も視聴可能な DLNA 対応、さらにテレビ電話、スカイプ対応の機種が登場している。なお、シャープ、アクオス、日立ウー、三菱、リアルではポータブルテレビを製造していない。 ただし、シャープは、テレビチューナーを搭載した、携帯電話、スマートフォンについては発売している。薄型ブラウン管を使用したテレビである。2007年頃、サムスン電子が販売していた、薄型ブラウン管テレビの特徴を示す。画面の後ろから赤、青、緑のレーザー光を直接照射して、画像を映し出すテレビである。 リアプロジェクションテレビの発展系だが65型で液晶、プラズマテレビ並みの25センチメートルの厚さ。消費電力もプラズマテレビの1、4。三菱電機が米国でリアプロの買い替え需要に応える形で2008年秋に発売した。また2010年に日本でも75型を発表、発売した。電解放出ディスプレイを使ったテレビ。 いくつかの企業が製品化に向け開発を行っている。FED の一種である、SED を使用したテレビである。発光原理は、ブラウン管と同じで、キャノンと東芝が共同開発した。特徴は、高画質と低消費電力。液晶やプラズマ方式と同様の薄型化と、ブラウン管方式の動画性能や良好な黒い木の表現力を合わせ持つ。 次世代の薄型テレビとして期待が高く、キャノンから2007年内に発売予定とされていたが、特許問題とコストの低廉化が進まず製品化は遅れ続けた。2010年5月にキャノンが家庭用 SED テレビの開発を断念したことが報じられた。薄型テレビは近年日本国外メーカーとの競争に敗れ、国内でも海外メーカーが 日本メーカーをはるかにしのぐシェアを握るケースも出ている。この結果、テレビ部門赤字解消の目処が立たなくなった、日本メーカーがテレビ生産より撤退するケースが出始め、これまでにビクター・パイオニア、産業が民生用テレビ生産を終了した。また東芝は携帯電話の自社生産より撤退し、富士通に売却する旨を2011年8月2日に公式発表した。 日立は1956年より続けてきたテレビ自社生産を2012年9月30日限りで終了。今後の日立ブランドテレビ製造は海外メーカーへ委託する旨が2012年1月23日に報道発表された。プラズマ液晶パネル生産も価格競争激化により赤字解消の目処が立たなくなったメーカーが パネル自社生産を相次いで打ち切って他社からパネル供給を受けるケースが急増。現在、プラズマ及び液晶パネルを自社生産している日本メーカーはパナソニックとシャープの2社のみとなった。日本メーカー各社の2013年3月期、業績見通しでは全メーカーがテレビ部門で赤字を計上している。岩手、宮城。 福島3県を含めた日本全国での地デジ化が完了したことに伴う駆け込み需要の反動、東日本大震災や大洪水の影響、テレビ離れなどから今後のテレビ生産を及び販売数は各社協に大幅な落ち込みが懸念されており、日本におけるテレビ生産体制見直しが進んだ。地デジ及び BS110 度 CS 用アンテナはかつて国内。 大手電機メーカーのほとんどが生産していたが、組織再編やリストラなどに伴い大手電機メーカーは2014年までに、相次いで、アンテナ生産より撤退。地デジ及び、BS110 度 CS 用アンテナを製造する国内、大手電機メーカーは現在パナソニックのみとなった。このため、パナソニックショップ以外の他社系列電機店では、マスプロ電工、日本アンテナデラックスアンテナ、 ヤギアンテナ3電子などの他社製品を販売している。発売当初は、全機種に SD メモリーカードスロットが搭載され、撮影したビデオ映像やデジカメ写真が視聴、可能だった。しかし近年は普及モデルを中心に SD、カードスロットを廃止した機種が増えており、SD カードスロット搭載テレビの現行モデルは4、携帯用機種を中心とした上位モデルのみとなっている。 地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査の結果総務省2007年5月7日地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査の結果総務省2008年5月8日地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査の結果受信機の保有状況総務省2009年5月7日地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査の 結果、市場デジタルテレビ放送対応受信機の保有状況、総務省、2010年5月27日。ただしこれらの調査は、地デジの、チューナー内蔵テレビを対象としているため、地デジ非内蔵機を含めるとさらに多い。主に小型ポータブルテレビが中心で、ワンセグ放送が、視聴可能なタイプが多い。 あとにチデジフルセグ放送も視聴可能な小型ポータブルテレビも登場している。末置き型テレビで地上アナログチューナーを廃止した製品第1号はパナソニック、ビエラ TH-17LX8 及び THL17K1 と東芝、セルレグザ2010年秋冬モデル。さらに2010年秋冬モデル以降の機種からは エ v ブヤンプと HDMI 接続する際、HDMI ケーブル1本のみで迫力ある、サウンドが楽しめ、光デジタルケーブル接続が不要となる、新規格 ARC が登場している。ただし、普及価格帯のモデルは、光デジタル出力端子が非搭載で、HDMI 端子も ARC 非対応の機種が多く、この場合は、エ v ブヤンプとの組み合わせは不可。 ビデオ入力端子数も年式が進むにつれて減少しており、現在発売中の2011年最新モデルは、普及価格帯モデルを中心に、ビデオ入力が1系統のみの機種や、S2、S1 映像入力端子を全廃した機種も多い。この場合、SVHSWVHSD、VHS の各ビデオデッキとは、 コンポジット映像ケーブル以外での接続はできず、画質は汎用型 VHS デッキと変わらなくなる。2011年モデルの上位機は、ビデオ入力端子を2系統に減らして、モニター出力、IR システム S に、S1 入出力の各端子を廃止した代わりに、ビデオ入力2の音声端子を、メニュー操作で、アナログ音声出力としても、使用可能な機種が登場している。 また、BD レコーダー、DVD レコーダーは、現行の2011年モデルでも、大半の機種が S、S2、S1 入出力端子を標準装備しているが、単体デジタルチューナーの多くは S、S2、S1 出力端子非搭載である。HDMI 連動は原則として、接続するテレビ受像機と録画機は、同一メーカー同士でないと動作しない仕組みになっており、 同じ HDMI 接続でもテレビ受像機と録画機の組み合わせメーカーが異なる場合は正常に動作しない場合がある。日立のウーリンクはパナソニック、ビエラリンクと同一規格になっており、現在発売中の日立製 BD レコーダーはパナソニック、ディーガの OEM 品であり、子会社の日立リビングサプライ製テレビにもパナソニック、ビエラの OEM 品がある。 2011年以降製造の薄型テレビは、モニター出力端子と S 端子が全廃されたため、アナログチューナーのみ、搭載の従来型録画機によるデジタル放送録画ができなくなり、かつ S 端子付き録画機とは、コンポジット接続しかできなくなった。このために2011年春以降発行のテレビを呼び、BD レコーダーカタログには、録画機の地デジ化も忘れなくという注意書きが、 添えられている。製品によっては、HDMI 入力に以降の端子を、オーディオリターンチャンネル対応端子としているケースも、存在する。薄型テレビの点灯防止対策の重要性。松下が50型以下に、フル HD は、不要と断言する理由。大河原克幸のデジタル家電最前線、AV ウォッチ、2006年6月1日。松下、50。 58、65、103型のフル HD プラズマ、ビエラを投入マイナス103型は600万円前後。1080フドミー3や W チューナ搭載。 a v w a t c h t t p a v w c h i m p r e s s c o j p d o c s 2 0 0 6 0 7 1 9 p a n h h t m 2 0 1 3年4月9日月欄。西川全治の大画面マニア第161回、世界初 4K テレビの実力投資場、55X3。 a v ウォッチ h 2013年4月9日閲覧。ニューサイトジャパンメガボルト 70adhttp コロンスラッシュスラッシュ,ュ newsightjapan.jp スラッシュコンテンツスラッシュコードスラッシュディスプレイハット。アバター大ヒットは遥か昔 3D テレビに未来はあるかテクターゲットジャパン、2013年4月9日閲覧。 後継のアクオスは2001年に同賞に選ばれている。また、ウィンドウは、米マイクロソフト社からウィンドウという商品名は、使わないよう言われたことがある。エイビアも、富士通ゼネラル、2017年5月16日、閲覧。デラックスブロードテック製品の取扱い終了について、デラックスアンテナ、2017年5月16日閲覧。 AB2016 年インド市場でのみ、ブランド復活、次世代大型 u e l ディスプレイ基盤技術の開発に、かかる委託先を決定、NEDO、2008年7月10日、ホンダマサイチのアバトレンズ、u e l テレビ時代始まる。新世代 LGOLEDTV に見る、画質進化、AV ウォッチ2016年12月24日、閲覧2010年3月で、 全面撤退、シット、240Hz の液晶テレビの動画解像度、120Hz より、改善されたが1080本には至らず、プラズマディスプレイの生産終了について、パナソニック株式会社、2014年1月13日閲覧、LG 電子、プラズマテレビ撤退へ11月末に生産終了、ロイター、h t t p j p ロイター c o m アーティクル、LG e l e c プラズマエジピル g l 4N0SN3R0201410282017 年3月16日、閲覧。ディスプレイサーチ Q40PDP パネル出荷実績、全メカーランキング、時代が生んだ、重量級のポータブル情報端末機器、東芝テレビ g ティ4500。ファブクロス、2017年5月16日閲覧。 日本初 t v 放送を受信できる携帯電話の製品化について t v チューナーを内蔵しながら薄さ 24mm のコンパクトデザインを実現 NEC2017 年5月16日閲覧佐々木智美ブラウン缶の挑戦サムスン SDI から薄さ 29.9cm のブラウン缶が登場マイナビニュース http://news.mynavi.jp:/news/2006/06/07/382.html2017 年3月16日閲覧。カセダンシ。韓国情報、サムスン、21型スリム CRT テレビ、ビクスライムの1000万台販売計画。 日経テクノロジーオンライン http コロンスラッシュスラッシュ techon.nikkeibp.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュニューススラッシュ20070219スラッシュ127890スラッシュ2017年3月16日閲覧キャノン、家庭用、SED テレビの開発を断念シャープ、パナソニック、ソニー、日の丸電気際立つ、苦境、 液晶や電池も低迷、テレビの巨額赤字保管できず、ヤギアンテナは日立グループの企業だが、日立チェーンストールの多くは、現在他社製品を仕入れている。ただしパナソニックショップについても、パナソニック製アンテナを仕入れている店舗は、今や少数派となり、多くの店舗では、他社製品を仕入れている。なおパナソニックは、アンテナ周辺部品とスカパー用。 CS アンテナ生産を2013年までに終了しており、現在はチデジ及び BS110 度 CS 用アンテナ本体のみをデラックスアンテナより OEM 供給を受ける形で生産している。ありがとうございます。